市堀川は、和歌山県和歌山市の中心部を流れる川で、和歌山城の外堀が起源である。同じく外堀を起源とする、和歌川、大門川、真田堀川、有本川を合わせた合華線を総称して、内川と呼ばれる。当初、大正5年に、県の告示により、和歌山市、堀川と名付けられた。和歌山市の堀川という意味の命名が、名前の由来である。これが 昭和4年発行の和歌山市統計書で和歌山を省略した市堀川と記載され、その後この市堀川が正式名称となった。名前の読み方は市堀川、市堀川が正式とされるが、市場があった堀川という意味で市堀川、市堀川という名称も使われている。市堀川は、 和川との合流地点から始まり、西へと流れ、堀詰橋、住吉橋、京橋、中橋を経て、寄合橋の南で北上、和歌山市駅近くで再び西へと曲がり、展望橋、おす橋、材木橋を経て、木の川と並行して西南へ流れ、築地川と合流する。浅野吉永市堀川は、天正14年に築城した、和歌山城の外堀の一つとして、 朝の吉長によって作られ、堀川と呼ばれた。その堀川の伝房橋付近が、伝房川と呼ばれ、現在の市堀川の元となっている。江戸時代の和歌山城下は、市堀川を境にして、南岸の武家屋敷と北岸の町人町に分けられていた。市堀川は戦文による物資の輸送路として使用され、河岸には、豚屋街が形成されて、城下町の発展に影響を与えた。 本町一丁目から寄合橋にかけての区域には、駿河町、福町、都半町、寄合町の四丁があり、この四丁を東西に走る通りは、和歌山城下のメインストリートだった。当初、東外堀の館川と、西外堀にあたる、西の丸川を支流に持つ延長 1.6km、幅24から 26m の運河であった。その後、真田堀川、 新堀川が改作された。これらの運河は、有事に備えた外堀であるが、平時の周運を重視したものと考えられる。地、堀川総一帯は、ナ屋菓子と呼ばれ、木の川を通じて、各種産物が頻繁に荷上げされてにぎわい、ナ屋菓子北川には、裕な商家が集まっていた。明治維新の後、西の丸川、屋形川、新堀川は埋め立てられた。 昭和時代には都市化に伴って汚染が進んだ。1992年から和歌山県と和歌山市が共同で整備を開始し、1998年9月には、市堀川周辺を散策できる遊歩道と市営駐車場が完成した。市堀川北岸の遊歩道は、京橋イコール城北境間の435メートル南岸の遊歩道は、 カジハシイコールより合い端間の1145メートルである。プライバシーや防犯への配慮から、遊歩道の開放時間は9時から17時となっている。2015年9月12日13日に行われた市駅グリーングリーンプロジェクトの一環として、市堀川ではプラグインハイブリッド線が遊覧線として試験運行された。ありがとうございます。